ではまずお名前をどうぞ。はい、韓国から来ました和田大輝22歳です。3つの中から、希望の投資形態をお選びください。はい、3番社内ベンチャーでお願いします。はい、ではあなたのファンディング希望額は520万円を希望いたします。あなたの思い描く未来の姿は韓国の国民的スイーツ韓国式ワッフルのお店を出しタピオカパンケーキに続くブームを生み出したいです。で、今その韓国で流行ってるあのワッフルをあのそのまま日本に持ってくるのか、それともなんかこう日本用になんかこうカスタマイズしてその和田さんなりの仕掛けがあるのかどうか。僕はそのまま持ってくるっていう方向で考えてます。そうなった時に和田さんのワッフルってその、美味しいんですか？あのその韓国にあるワッフルと同じ味、それともなんかこうそれよりなんかこううまいんだみたいなそのこう優位性みたいなってなんかその味をそのまま再現することができると思います。それはそんなに難しくないですか？難しくないです。ってことはじゃあ逆に今後、誰でも簡単に作れちゃうっていうところは正直あると思います。はい、この韓国でこの韓国ワッフルっていうのは、はい、なんで人気なんですかね？一番大きいのは僕が考えるのは値段と、大きさとか味に対してのコスパがものすごくいいっていう。どのくらいの価格なんですか？は一番スタンダードな味で200円。それを日本に持ってきた時も同じような価格帯のイメージですか？それは、若干上がるイメージです。どのくらいに？僕が考えるのは250円からどんだけトッピングしても450円あたりで提供したいなって思ってます。これ韓国ではずっと前から流行ってたんですか？流行ってるっていうよりずっとあります。国民食みたいな。いや、そうです。はい、そうですね。逆になんか今までそれが日本に入ってきてないのってちょっと意外ですよね。実を言うともう1店舗入ってきてまして、っていうのも僕がこれを準備してる時に知ったっていう形なんですけれども、それが福岡のオープン日が5月20日でだったかな、1ヶ月まだ経ったぐらいで入ってきてるんですよね。なんかそんな簡単に作れるものだったらなんかそれこそ新大久保とかにもうすでにお店があってもおかしくないかなって思ったんですけど、なんかこう、その先にお店とかやられてる方がなんかの要因でこう当たらないとか、なんかそういうこう要因がとかって考えられたことありますか？まだこの商品にみんなが気づいてなくて、もしかしたらすごい商品かもしれないみたいな、今はチャンスだみたいな感じですかね。今ハットクあれだけ流行っててめちゃくちゃどこに行ってもあるじゃないですか。でもハットクも2011年か2年ぐらいに僕日本でお店見たことあったんですよね。でそれ入ってきてたんですけども、そこでは全く流行んなくて、でここに来て流行ったんですよ。で何がその流行った要因かなと思った時に、やっぱ SNS のインスタ映えがものすごい大きいんじゃないかなっていうのを思って、で僕がもしここでワッフルの韓国式ワッフルのお店日本で出したら、まず SNS に集中、 SNS でまず広げることを考えます。じゃあ味よりもマーケティングで勝負みたいな感じですか？味も美味しいです見た目は思ってたより地味ですけど、味は美味しいですね。サクサクしてますね。軽いですね。美味しいと思います。美味しい、はい、一つ難点が食べづらいっていうことなんですけども、ちょっと紙を用意できなくて、本当はハンバーガーみたいなこう挟む紙あるんですけど、それ下で受け止めてくれるんですけど、ちょっとしょうがない、しょうがない、すいませんっていうことで。粉だけはトッピングは様々だから日本でもいいの作れると思うんですけど、粉だけは韓国から持ってきたくて、それを独特なんだよね、この粉が。そうなんです。そうなんだよね、はい、
この粉は日本に出してないみたいなっていうことを言われて、僕も、うまっ、おいしいです。じゃあ僕もいただきます。この間食べたフランス料理うまい。粉の中身はわからないんですか？あ、僕はわかります。ちなみに何が入ってますか？は韓国語で書いてあって、うん、今覚えてないんですけど、うん、いや、で小麦粉だけとかじゃなくて、なんか砂糖が入ってたり 何が入ってたりみたいな、いろいろ入ってるってことですよね、はい、ね。それがこうなんていうんですか、ミックスっていう形で、パンケーキミックスってことですね、はい、あのパンケーキというと粉の配合によって味って全然違うので、はい、まあ、うちもパスタや生パスタやっていろんなパターンで粉配合したりとかやるんですけど、そこはだいぶ違うと思います。最初は絶対持ってきたいです。今持ってきたいって言ってるけれども、はい、向こうはそれを持って行かせるかどうか決まってないんだよね。は決まってないです。決まってないね、はい、もし最悪ダメだって言われた時には、持ってきたいという願望があってもそれが叶わないわけだから、はい、そうした時は自分で作るってことは、そうなんですけど、うん、ただその会社に突撃で前回行った時に言われたのが、うんうん、これを日本に持っていくことは全然できるし、うん、輸出も始めようと思えばできるんだけど、うん、ただ問題なのは君個人に輸出することはできないっていうのを強調されて、なるほどなるほど、だから社内ベンチャー選んだっていうのもあるんですけど、個人契約が必要だってことね。そう、なるほどね。そういうことをね、言うのが分かってくるんですよね。なんか私ももう日本を離れて十数年とか経つんですけど、その海外に単身で出られて、そういうこうなんか、あ、これ面白い商材だなみたいのを見つけてこられたっていう、そのなんかこう世界で、日本飛び出して世界で戦ってる和田さんっていう人にまず私100万円出すので、もっとこう熱をやっぱり社長さんに伝えて、うち海外なんですけど、バンコクなんですけど、バンコクもすごい韓流ブームで、じゃあうちで社内ベンチャーやった時どうかなっていうのをちょっと今シミュレーションしているので、ただまずちょっとお金は出るんだっていうところをこれで証明して、あとはもっとこう熱を皆さんに伝えていってもらいたいなと思います。うわ、はい、では安藤社長どうぞ。はい、じゃあ、その半分の260万は出します、理由はまあ、私と同じでこう日本飛び出して世界で戦おうっていう、まあ、意思があったところをこう同じ仲間の匂いがしたので、そこはそこに感じてまず半分は出します。わかりました。はい、では2番の方。はい、はい、ちょっと先相談していいですか？はい、私も全然出したいなと思っているんですけど、条件をつけたいと。今マーケットリサーチが全然ない状態なので、そこまで済ませていれば全然あと半分出したいなと思ってるんですけど。はい、では一旦保留にしますけども、出してください。260万。はい、まだ条件付きですので後でちょっとお話しましょう。この後で、はい、はい、すごく美味しかったんですけど、その継続審議かなと。だから最後の審判行きっていう感じですかね、僕からすれば。あとはトークが切れないから心配です。やっぱり人がついてくるかとかね、本当にやる気があるかもしれないですけど、そこが心配なので、ナッシング寄りの最後の審判行きだと思うんですが、物件機械粉の原価を調べて、その上で他社のワッフルとかを調査しながらお茶したいです。とりあえず今の中では出さないです。でも、もうちょっと情報が足りないというか。わかりました、はい、安藤さんは半分の260万を出してもいいよとおっしゃっています。で、甲斐社長は、条件付きだと、林社長は、継続審議で、最後の審判ですよね。要は中里君と同じような形に持っていけるなら持って行ってもいいよという世界じゃないですか。皆さんがサンタボーイで僕もサンタボーイみたいな、でも分かんないですけど。じゃあ一旦、均等な立場で行くっていうことで、まあ割り切れませんけれども、まあ、約170万ぐらいかなっていう均等な感覚で、まずは一旦条件付きということにしましょうか。
韓国式ワッフルの和田くんの回になります。はい、ちょっとずいぶんお待たせしてしまいました。そうなんですよ、ちょっと遅くなっちゃいました、はい、すいませんでした。で、ちょっとその経緯をですね、うん、今日最後の審判に至るまでのところ、はい、ところですね、ちょっとご報告させていただこうと思っております。はい、まあ、とにかくね、粉が入らないと、はい、で彼が思ってたようなメーカーから粉が入らないことで本当に吸ったもんだしてですね、で途中で安藤社長がそんなに困ってるんだったら僕手貸すよって言っていただいて、彼からもいろいろ手を尽くしてもらったんだけども、結論だけ言うと結果としてやっぱ入らない、あ入らないというよりは一つあったんだけど、はい、そこはものすごい数をいっぺんに入れないとダメだと、彼会社じゃないので、はい、個人に対してはダメだみたいなこともあったりして、でその量をね入れるだけのお金もあったんだけど、今度その粉を置いとく場所がない、そうですよね、はい、でそれを倉庫借りるとまたお金かかるじゃん、どん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 原価上がっていって、彼のあの韓国ワッフルのビジネスの原価は完全に超えちゃうので難しいって話になってきたのが9月の頭ぐらいかな。でいろいろとやり取りをする中で、彼から、最終的な報告があったのがね、実は9月18日なんですよ、はい、なるほど。でこれちょっと LINE を、読ませていただきます、はい、和田君も大丈夫だと思いますんで、社長の皆様大変お世話になっております、韓国の和田です。繰り返しになってしまう部分もありますが全体で報告させていただきます。結論から言うと今回の事業の立ち上げは難しいという判断をしました。ここ 1,2 ヶ月での日韓関係の悪化というのはあったものの、事前の情報収集の甘さが出てしまいました。本当に申し訳ありません。粉の輸入に関しての流れということで書いてあります。現地の会社の担当者と連絡が取れていたこともあり、会社間で直接取引する予定でいましたが、後にヒアリングをしてみると東京か横浜に3日から5日で届くようにできるが、コンテナ移動なのでなんと17トンからしか送れない、はい、で韓国の最大手のネットショップサイトから輸入できるが、逆にこっちはマックス30キロまでしか一度に送れないと。で、基本輸送費が粉10キロで1800円、これに対して5300円かかると。でまた日韓関係が悪化すると税関でやたら中を調べられて到着が遅れる場合すらある。で粉を輸入して日本にある粉を混ぜてアレンジしてみましたが、原価がそこまで下がらないのとやっぱり味が変わってしまいますと。で僕が考えるこの商品の一番の価値はコスパの部分だと思っているので、現地で100円のものを輸送費で500円ほどにしてしまうのはやはり難しいので、今回は立ち上げないという判断に至りましたと。全てが不足したプレゼンでしたが、岩井社長、甲斐社長、安藤社長、林社長のご厚意とても嬉しかったです。本当にありがとうございます。一生懸命やったつもりなので次につながるものになりました。また何かあればご報告させてくださいというのが和田くんからの報告だったということですね。なるほど、はい。まあ、ちょっとこの粉の件っていうのが、うん、韓国でしか手に入らない粉だったんですよね。そうなんです。そうでないとね、やっぱ彼は気持ちが収まらなかったんですね。そうなんでしょうね。韓国ワークというだけ、はいはいはい、さすがにトンの単位での輸入は難しいでしょうし、そうなんだよね。確かに粉っていうのはなんか、はい、結構ナーバスですよね、はい、その輸入するのにも、はい、税関がって言われちゃうと難しいところですね、はい、難しかったね。本当にね、安藤さんも途中でね一生懸命回っていろいろアジアの県内のところです、うん、まあ、調べてくださったりして本当にありがたかったなというふうに思いました、うん、あとはねやっぱり日韓問題、はい、これやっぱ大きかったんじゃないですかね。は残念ながらという形でしたけれども、うん、これからも全然あの起業家としてはやっていける可能性というのは我々も本当に感じましたので、はい、ぜひともまた再チャレンジしていただいてもいいですし、はい、あとはもう自分の方でですね、あのビジネス頑張っていただければなというふうに思っております。まあ表現変ですけども、ちょっと納得のナッシングだと思いますので、うん、ぜひ和田くん頑張ってください。